はい、こんにちは。今回はルパン三世ファーストシリーズの絵コンテ集をご紹介します。はい、こちらの本ですね。今年はね、ルパン三世がね、アニメーション化されて50周年なんですね。10月24日に丸々50周年を迎えたっていうことで、その記念もあって刊行されたのが、このルパン三世ファーストシリーズの絵コンテ集なんですね。だからこの絵コンテっていうのはもう50年前に描かれたもので、ものすごく古くて、もう捨てられてしまってね、世の中に出てこないんじゃないかって思われてたようなものが、この度刊行されたということですね。それで収録内容っていうのは、まあこの帯にも書かれてるんですけど、ルパン三世がアニメーション化される前のパイロットフィルムから、ルパン三世の第1話、それから第4話の一部、それから第16話の A パートでしょ、それと第21話、第23話が収録されています。まあさすがにね、全部収録された完全版というわけではないんですけど、まあこの少ない内容とはいえ、めちゃくちゃ貴重なものなんですね、この絵コンテっていうのは。何しろね、50年前に作られたアニメーションですからね。それでルパン三世パート1っていうのは、最近のジブリファンの方はね、ご存知の方多いかどうかちょっとわかんないんですけど、宮崎駿監督と高畑勲監督がこの演出で関わってるんですね。すべてではないんですけど、まあ途中から演出として参加して、ルパン三世のアニメーション化のね、人気を上げるということに、ね、成功してるんですよ。最初はね、もともと宮崎さんも高畑さんも関わってなかったんですけど、その時はね、この原作に忠実に描かれた、まあシリアスタッチなね、ルパン三世だったもんで、人気がね、ちょっといまいちそんなに上がってなかったらしいんですね。そこでまあ困ったなぁということで、まあ高畑さん、宮崎さんのね、先輩である大塚康夫さんが、まあこの作品の作画監督を務めてたんですけど、まあその大塚さんがね、高畑さんと宮崎さんに声をかけたわけですね。それでまあ途中から演出として参加されて、まあ現在のルパンにつながるね、ちょっとコミカルタッチなルパン三世になっていったという、まあそういった経緯があるんですね、ルパン三世には。まあその貴重なルパン三世の絵コンテが収められているということですね。はい、それでこの絵コンテっていうのはね、ちょっとね、収録されてるものがね、1ページに4面なんですね。1ページに4つの絵コンテが載ってるという。それでまあ掲載されてるものがちょっと小さいのでね、見づらいっていうのはあるんですけど、まあそれもね、いくつかの事情があって仕方がないことかなとは思うので、まあこれはね、読めるだけでもありがたいと思わないといけないですね。本当は世の中に出ないで終わっててもおかしくないものですからね。はい、それでこの絵コンテ集をね、編集されたっていうのは、高畑監督、宮崎監督のね、研究者として有名な、まあ映像研究家で有名なね、加納誠二さんが編集されたんですけど、まあその加納誠二さんの解説だったり考察っていうのが、各話に掲載されてるので、その読み物としてのボリュームも十分あります。それからね、大塚康夫さんのインタビューも収録されています。まあそれなので、まあ絵コンテ集という見方もできますけど、まあこれはね、研究書という風に見ることもできます。ただの絵コンテ集ではないですね。加納さんのね、研究成果が掲載された研究書という風に考えれば、絵コンテがね、多少小さくても読み応えはありますよね。まあそれでね、この絵コンテが小さいことに関して、まあ Amazon のレビュー見るとね、そこにね、嘆きの声がたくさん書かれてるんですけど、まあ、これ、加納さんのね、ツイッターとか見るとね、その絵コンテが小さくなった理由っていうのをね、ツイートされてるので、そこを詳しくね、読んでいただきたいんですけど、まあいろいろと事情があるんですよね。まあ元々のこの原本の状態が悪いっていう状態で、これ一面にすると見るに耐えない状態になってしまうっていうこともあるし、それからまあ1ページ1面に載せるとね、まあもちろん分厚くなりますよね。そうすると価格がものすごく上がってしまうっていうのもありますよね。まあこれもともとね、この厚さなんですけど、まあ割とちょっと高めなんですよね。4000円超えるんで、まあ1ページ1面に載せたらね、もっとまあ莫大な料金になってしまうし、それだとね、まあ誰もが買えるものっていうものじゃなくなっちゃうじゃないですか。それなのでまあいろいろな事情があると。まあ何しろ50年前に書かれた絵コンテなので、青焼きのものとかでね、ものすごく状態が悪いんですよ。それを印刷物として見れる状態まで持ってきて、刊行されているっていうことを考えたら、まあ致し方ないかなというふうには思います。まあ、50年前のね、保存状態が悪いものをね、一つ一つね、手作業で修正して、なんとか印刷物として頼る状態まで持ってきて、一冊の本になったわけですからね、ありがたいものですよね。それからね、この本の企画っていうのはね、昔からね、提案はしてたそうなんですけど、まあどこの出版社でもちょっと乗ってくれるところがなくって、まあなかなかできなかったらしいんですよね。それがまあこの度まあ50周年ということもあってなのか、まあ発売されることになったと。まあ本当にね、世の中に出ることなく終わっててもおかしくないものが発売されているっていうことなので、これはすごく貴重なものですよね。まあ、ジブリファンの人もこれは買っておいて損はないと思います。まあ、宮崎監督の作ったルパン三世っていうと、まあ、パート2の方で、地の翼アルバトロスと、まあ、さらば愛しきルパンよと、あとまあ、カリオストロの城っていう風に思ってる人がいるかもしれないですけど、まあ、実は、パート1の方に深く関わっていたんですね。それなので、まあ、ジブリファンの人もよかったらこれは買ってみてください。まあ、最初にまあ、ルパン三世のパート1の、まあ、本編の方を見た方がいいかもしれないですけどね。それを見て、まあ、気に入ったら、まあ、この絵コンテ集も買ったらいいかなという風に思います。
はい、それでルパン三世パート1の DVD なんですけど、実はねパート1の DVD ボックスっていうのは1万円超えのやつがね出てるんですよね。全部収録された。まあそれ高くてね、なかなかちょっとまあ買いづらいなっていう人におすすめなのがこちら。これは何なのかっていうと、まあ外国版のルパン三世のパート1なんですね。日本版のやつはねボックスでね結構大きいやつなんですけど、まあ定価だと1万8000円ぐらいだったかな。まあ中古でも多分1万円超えるぐらいだと思うんですけど、まあこれだとまあ数千円で買えるんですね。収録内容はディスク3枚なんですけど、まあ、これで全部収められています。全部収められて数千円なので、これはものすごくお買い得だとは思います。ただ日本版ではないのでね、そういったまあなんか日本版に入っているような特典だとかはないですけど、本編だけ見れればいいやっていう人はもうこれ本当おすすめです。言語が違うんじゃないかと思われるかもしれないですけど、日本語がちゃんと収められていて、まあそこでまあ英語の字幕とかねオフにすれば、まあ普通に日本語版のルパン三世パート1が見れます。これ多分ねまだネットで買えると思うので、まあおすすめですね。そんなにコストかけられないよっていう方はこちらをおすすめします。はい、ということで今回はルパン三世パート1の絵コンテ集と、まあ、DVD のご紹介でした。まあ、興味ある方はねこれ両方買われるといいかなというふうに思います。今年はルパン三世50周年記念なので、その記念としていかがでしょうか。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。